今回はピンホールについてちょっとお伝えしたいと思います。凍眠ってパックして冷凍するので、このようにですね、真空パックが入れるんですけれども、ご覧ください。ちょっとね、こうやって穴が開くとパックの中にアルコールが入っちゃうんですよね。で、アルコール液自体は食品添加物なので、人体に基本的に影響ないんですけれども、ただ苦くなったりとかするんです。なので今回はこれをね、簡単に防ぐ方法をお伝えしたいと思います。まず凍ります。凍ると食品めちゃくちゃ硬くなりますよね。なので下にね、バーンと落としたりとか、あと凍ったものがね、こう擦れたりとか、勢いよくぶつかないように、していただくというのが基本的な対処方法。あともう一つ大事なのがシールのことなんですよね。こう熱でこうシールピャーってしますけど、その時にこうよれたりとか、あとは連続してやるときに、特にトップシーラーで、ね、手でやるやつなんかそうなんですけど、シールの温度が十分温まってない状態でこうやってね、連続してやったりとかをすると、もしかするとこうシールがね、途中で剥がれてしまうという可能性もね、なくはないので、そのあたりちょっと丁寧にやっていただくとピンホールは、防ぎやすいかなというふうに思います。